世界最強とも言われる海上自衛隊潜水艦の22隻体制が確立し、世界が一変する中、今回は海上自衛隊潜水艦30隻体制兵を詳しく見ていきますね。タイゲイ型は、ボーイング747と同じ胴体の調査。これは、でかいと同時に静かなんだよね。最強だよ。現在の海上自衛隊では、主要な装備を、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機とする体制が敷かれており、これは、最後の2019年度からの防衛計画の大綱で示され、それが、国家防衛戦略となった、2022年12月以後も続いている。ここで打ち出された哨戒艦12隻は、それまでの防衛計画の大綱には存在していなかった艦艇であり、従来の護衛艦よりもはるかに小型で、強まる中国海軍の圧力の増加に対し、南西諸島方面での警戒、監視体制を強化する意味が伺える。この哨戒艦を除いた艦艇の護衛艦54隻、潜水艦22隻という体制は、前者が2014年度、後者が2011年度の防衛計画の大綱でそれぞれ拡大された経緯があり、やはり中国に対する備えを強化する必要に迫られたゆえである。そうした中で、護衛艦としては最新鋭の艦艇ハモが味方であり、昨年2022年に一番艦のモガミをはじめ収益が開始されており、新たな艦首記号の FFM を与えられ、久々のフリゲート艦で、かつ、追機雷戦闘までの役割を担う。潜水艦では、最新鋭の艦級はタイゲイ型であり、こちらも、2022年3月に、ネームシップにして、一番艦のタイゲイが収益を果たし、その時点で、防衛計画の大綱が定めた、22隻体制を確立することになっている。タイゲイ型は、今年2023年3月20日に2番艦である、ワクゲイも収益となり、そのままでは、22隻体制を超過することもあって、最も古い型で実戦配備中だった、親潮型4番艦、マキシオが、練習艦へ、練習艦だった同1番艦、親潮が退役となった。これによって、海上自衛隊の潜水艦22隻体制の内訳としては、親潮型8隻、双竜型12隻、タイゲイ型2隻で構成されることとなったが、先の親潮型の、マキシオ、及び、同2番艦、満潮が、練習艦のため、実質は、24隻体制に近い。タイゲイ型は、現時点では、最終的に、どれだけの隻数が建造されることになるのか、その最終的な目途は示されていないが、親潮型は11隻、そう、竜型は12隻が建造されたことから、タイゲイ型も似たような数となることが予期される。そう考えると、タイゲイ型は、あと、少なくとも8隻程度は建造されると思われ、この数であれば残る親潮型8隻を、ちょうどすべて更新することとなり、以後も、練習艦への変更を、慣例の若い艦に変更する場合、さらに多くなる可能性もあるだろう。海上自衛隊の潜水艦は、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場の2社、2カ所で、1年ごとに1隻ずつ、が寄港、浸水、収益を繰り返すサイクルを維持しており、これによって、今の体制が可能となっている状態である。潜水艦の建造には、設計は、元より、水圧に耐えうる鋼材の加工や、そこからの組み上げなど、非常に高度な技術と、ノウハウの蓄積が必須で、一度停滞してしまうと、建造能力そのものを国家として喪失してしまう、危険性がある。例えば、アメリカ海軍などは、攻撃型、
戦略型を問わず、すべての潜水艦を原子力推進型で建造を行っているが、日本のような通常動力型潜水艦の建造能力はもはや有していないため、台湾が欲したそれを斡旋することもできなかった。台湾はといえば、第二次世界大戦中にアメリカが使用していた天地級潜水艦2隻と、オランダから調達したズバールトフィス級潜水艦2隻を保有するのみで、その老朽化からアメリカに代替艦の調達を長年にわたり懇願していた。しかし、ついにアメリカはその台湾の要望を叶えられる斡旋先を見出すことができず、台湾は否応なく自国で通常動力型潜水艦の新造を行う方向に進んだが、莫大な投資と年月を費やすことを余儀なくされた形である。もし今の日本で三菱重工業者や川崎重工業者がどちら会社でも何らかの読んどころない自責が発生し、潜水艦建造が以後は行えない状態になったとするならば、すぐにでも22隻体制の維持さえ困難になるだろう。三菱重工業者、川崎重工業者ともに日本を代表する重工業企業であり、潜水艦建造といった軍需部門以外に民需部門でも確固たる基盤を有しているので、早晩潜水艦建造が困難になるとは考えにくいのが救いではある。さて、現在の海上自衛隊の潜水艦22隻体制の内訳が、親潮型8隻、双竜型12隻、太平洋型2隻であることは前述した通りだが、これらは同じ通常動力を推進力とする潜水艦だが、その仕組みは大きく3種類に分かれる。まず、最も現在実戦配備中の艦で、旧式な親潮型は、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機という組み合わせのディーゼルエレクトリック方式で、水中で最大出力7700馬力、速力20ノットという数値が公表されている。続く、双竜型は、一番艦にして、ネームシップの双竜から10番艦、双竜までが、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機、さらに、これに、スターリング機関を加えた、ディーゼルエレクトリック方式となっている。スターリング機関は、通常動力型潜水艦において、連続航行時間や稼働距離を少しでも延伸すべく、海上自衛隊のでも採用を行ったもので、スウェーデンのコックムス社製の 4V275 ラウンド、ムギーを川崎重工業者がライセンス生産し実現したものだ。このスターリング機関の搭載によって、双竜型の1番艦から10番艦までは、非対機依存推進を実現したこととなり、当時の通常動力型潜水艦のトレンドとしては、これか燃料電池のどちらかが、それを測るのが一般的である。そう、竜型の1番艦から10番艦までは、このディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機、スターリング機関の構成によって、水中で、最大出力8000馬力、速力20ノットという数値となっており、親潮型と同等以上のスペックではあった。しかし、スターリング機関は、その大きさの割には、出力が低く、通常動力型潜水艦としては、世界でも、最大級の規模を誇る、双竜型とはいえ、狭い潜水艦船内のスペースをさらに圧迫するという、事態に見舞われた。加えて、この前期型の、双竜型10隻では、当然のことながら、ディーゼル機関、鉛製バッテリー、スターリング機関の3つの装置を管理しながら航行するため、従来よりも運用に手間がかかることは避けられなかった。そうした状況下で並行して研究開発が続けられていた GSU 浅社製のリチウムイオンを使用したバッテリーが、従来の鉛製バッテリーに代わって搭載可能な域に到達したことから、
そう、竜型11番艦、横竜で実用化される。結果11番艦、横竜と12番艦、東竜の総竜型後期の2隻は、スターリング機関を廃して、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機という組み合わせのディーゼルエレクトリック方式となった。この機関構成に寄り添う竜型後期の2隻は、水中での最大出力が5600馬力、速力18ノットという数値で、カタログスペック上は、以前の、そう、竜型前期10隻や親潮型に比しても減少した形となった。しかし、鉛製バッテリーに比べて、大電流でありかつ、充電時間も短く、反復の使用にも秀でている、リチウムイオンバッテリーは、通常動力型潜水艦の動力源としては、運用上からも高い評価を得て、タイゲイ型にも継承されている。海上自衛隊の潜水艦として、最新鋭艦であるだけに、タイゲイ型の最大出力や、速度等の数値は、公にされていないが、そう、竜型後期の2隻と同等か、それを若干上回るレベルに改良されている、可能性は高いだろう。親潮型、そう、竜型、タイゲイ型ともに兵装に関しては、機関主部に備えた6門の 533mm 魚雷発射艦から、運用される、長魚雷やハープーン追艦ミサイルが主力だが、今後は、より射程距離を伸ばした国産の対艦ミサイルの搭載が施行されている。